はい。世界中にいるかもしれない1億3000万人じゃないな。78億人のガッチャファンかもしれない皆さんへ。ガッチャね。そっか。YouTube の人口、わかんないや。まあいいや。んで、今日は、ちょっと早めにね、早めの時間から、ジャンピングエクササイズをしていきます。まあね、準備してから、動画を撮り始めろみたいな感じですけどね。今、コツコツ、靴下脱いでます。はい。今日も、スクワットを、15回、3セット。4セットにしようかな。4セットでいくかどうかわかんないですけども、ちょっとね、昨日動画で話したかな。あと10日で100キロを切るというのを目標してるので、ちょっと今日からはちょっとハードトレーニングというか、3日前から4分間にジャンピングしてるんですけども、スクワットも、4セット、4セットいってみようかな。よし、行きます。せーの。1回、2回、3回。昨日ね、いつもタイアップさせてもらってるエクササイズの先生からね、このジャンピングエクササイズだけじゃなくて、他のエクササイズも一部動画で編集して出してみないっていう風に提案いただいて、はい、大変いただきました。で、まあね、毎日はね、ちょっと苦しいんですけども、週1回ぐらい、今週のエクササイズは、こんな感じだったよっていう感じの動画を、ちょっと編集して、乗っけたいと、思ってます。よし。はい、1セット目。どうせ最初から脱ぐんだったら、どうせ脱ぐんだったら最初から脱いで蹴って、なんか、コメントで他の動画で言われてたんですけどね。いいです。暑くなってから脱ぐでいいでしょ。いきまーす。2回目。はい。なので、そうだな。日曜日に投稿する分から、ジャンピングエクササイズ以外の部分をちょっと入れようと思っています。あれ？なんか少ない気がするな。そう。そう。今ね、こうやって指で数えながらやってるんだけど、なんかね、なんですが、まあ、編集にものすごい時間かけたくないんでね。かけたくないので、まあ、そんなに手の組んだ動画にはなりません。この動画だって、まあ、一つの動画、アップする前の作業時間だいたい15分ぐらいかな。そう、15分ぐらい。15分もかかってないかもしれないな。まあ、手抜き YouTuber ですよね。まあそんなにいっぱいチャンネル登録してるわけないから YouTuber とは言い切れないね。はい、3回目。そう、今日、の。そうなんですけども、そう、先生私が頑張ってる姿も、どうぞみんなに見せたいということで、よいしょ！やっていきたいと思っております。で、そのエクササイズのやつはね、なんか昨日も同じこと言った気がするな。この動画を見ていた、エクササイズの先生がね、ぜひ一緒にタイアップしませんかってことでご連絡いただいて、はい。ブートカンキャンプのね、商品化のためにみんなで、頑張ってます。もしかしたら私が動画の編集できるかどうかっていうのをね、まあ、試されてるかもしれないけどね。そう。まあ、3回目。そう。いつもはこれで終わりなんですけども、今日は、
もう一セットいきます。全体的に筋肉ついてきて、今日の朝の体重は、104と105の間ぐらい。104と 104.5 の間ぐらい。っていうのは、うちの体重計100キロを超えると、0.5 単位しか測れないので、うん。なので、まあ、正確といえば正確じゃないというか、まあ、そこの間ぐらい。まあまあ、100キロ超えると、もうね、0.5 キロなんて、もうあってないよ。なんで、明日は絶対に104キロを切る。104キロの数字を見る。見る。そう。で、そう。でも、0.5 ずつだと、何日明日 4.0。あと9日でしょ ?4.0。あと9日でしょそうか。そう。1、4.0。3.5。3。3。2.5。5。2.5。2.0。2.0。1.5。1.0。0。あ、0.5 ずつ折ったとしたら、まあ、ギリ、10日以内に、0.5 ずつ落ちれば、ギリ、目標の100キロに達成しますね。でも、100キロじゃダメだね。100キロ切ることが目標だから、もうちょっと、今日はね、ちょっとあんま時間ないんだけど、ちょっと、ここ1週間、2週間は、ちょっと集中してハードにやろうかな、思ってます。いくよ。せーで、3、4回目。よし。1。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい。ここから、ぴょんぴょんやっていきますが、はい。ぴょんぴょんも、3日前から4分に増やしてます。んで、今時計が32かな ?32。11時32分です、お昼のね。33になった時から、4、5、6、7。はい。4分間ジャンプしたいと思うんですが、この辺はちょっとあっちんでね、ちょっと暖房切ります。よし。そう、時計を見ながら、チラッと見ながら、シャープ言ってますが、はい。はい、スタート。あ、やばい。今、鳴らしたんだけど、聞こえた?で、昨日ね、エクササイズの先生から、ジャンプ、膝を痛めないジャンプの方法を教えていただきました。で、まあ、これ見ててね、ジャンピングエクササイズを真似している方もいらっしゃるかもしれないので、膝を痛めないようにするためのジャンプの方法をちょっと、お教えします。まあ、止まるのはなんだけどね。普通にジャンプしてるとさ、普通に膝をさ、これじゃ見えないね。こうしようかな。よし。そう。普通にジャンプしてるとさ、普通にジャンプしてると、ついついさ、膝でさ、こう、膝でやっちゃうんだよ。これを、後ろ体重にかけながら、ちょっとイメージは、後ろに下がるような感じで、膝っていうよりも、ももから上の、あれ、ももから上の、はい、ここで、ジャンプするように意識すると、
膝を痛めずに、ちょっとずつね、後ろに下がっていくんだけど、できるよっていうふうに教えてもらいました。まあ、どうしてもね、意味はわかんだけど、完璧にできてないので、そうですね、忘れてなかったら、明日の動画で、先生のね、教えてくれた部分だけを、ちょっと、差し抜いて、動画でお見せしようかな。はい。と思ってます。あと2分。なんで、いつの間にか、ちょっとずつ、後ろに下がっていってるんだけど。よし。私もね、体重でさ、だって、未だに104キロあるからさ、そう、だからまあ、なるべくね、膝は痛みながら、やってます。まあ、そうなんですけどね。まあね、もともとさ、バレーボールとかやってて、バレーボールとか空手とかやってて、ジャンプ競技が多かったからね、あんまりね、気にならないっちゃ気にならないんだけどね。そう。でも、飛び方変えたらね、負荷がかかってるところはね、足の裏のね、太もも、ここら辺ぐらいはね、なんか、負荷がかかってる気がする。そう。で、汗が出てくるのが早い気がするな。そう。もしかしたら、全然最終的な効果が、違うかもしれない。もしかしたらね。そう。あと1分か30秒ぐらいだね。止まったらちょっと説明しようかな。まあ、これでね、そう、自分のサプリのね、何でしたっけ。私が使ってるサプリメントは、XM3 とスーパーミックスっていうサプリね。はい。これ使ってます。これだけ使って、ダイエットしてもいいと思うんですけどね。はい。いいと思うんだけども、私はね、3ヶ月じゃなくて、118キロから、80キロまで、38キロのダイエットを目指しているので、そう、あと28キロ、23キロぐらいかな、24キロぐらいかな。そう、なので、ぜひあと、5ヶ月で、あと25キロ落としたいと思います。なのでね、エクササイズと併用してやってますが、普通の方は、このね、モリンガを使った、スーパーフード、XM3 とスーパーミックスで、ダイエットしていただければ、いいんではないかなと思ってます。自然とね、食べる量が減ってくるので、何もしなければ、ちょっとずつ体重が落ちてくると思います。私はそうでした。で、私は最初ね、サプリでしかダイエットしなかったので、後からね、目標ができてから、急に運動し始めたタイプ。そう。だからまあ、無理して運動する必要もないと思います。そう。で、ジャンプは、ちょっとね、お尻のところだけ見えるようにしようかな。よし。ジャンプね。はい。まず横向いて、普通はこうですよ。そう。膝の動き見てくださいね。膝。普通はこうですよ。こうすると、やっぱりここにね、体重かかるのよ。そうなんですけど、教えてもらったのは今度は、お尻を、この動き、腰をね、そう、この動きが、メインっていうか、この動きを意識しながら、膝を前に出さないようにジャンプする。そう。体重をちょっと後ろにかけ気味で、こんな感じで。そうすると、自然と体が後ろに、行くんだけども、
そう、行っちゃうんだけども、テント後ろに行っちゃうんだけども、それもそれで、問題なし。まあ、後ろからね、崖とかでジャンピングする人いないと思うので、はい。流行るかもしれないけどね。なので、そんな感じで、ジャンピング真似している方は、一緒にやってる方は、太ももの裏とお尻を使って、ジャンプするように心がけてください。そんなわけで、いつも通り、なんとか、あ、15分も撮ってるね。ガッチャンでした。皆さん、また明日、よろしく。100日か、あと9日で、4キロ落とすよ。4.5 キロ落とすよ。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただければ、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。